オリンピック半島の一オリンピック、海岸国立海洋保護区オリンピック半島は、アメリカ合衆国北西部、ワシントン州の西部にある、大きな半島である。西は、太平洋に面し、北は、ファンデフカ海峡でバンクーバー島と隔てられ、東は、ピュージェット湾でシアトルなどの地域と隔てられている。アメリカ本土の最西端、アラバミはこの半島の先端に位置する。 半島最北西端はフラッタリー岬になる。オリンピック半島にはポートエンジェルス、ポートタウンゼンドなどの港町があるほか、中央部には氷河をかぶった高山が並び、世界最大級の温帯雨林を抱えるオリンピック山脈がそびえる。この山脈を中心とする半島中央部は広大なオリンピック国立公園に指定されている。オリンピック半島やオリンピック山脈は、 最高峰オリンポス山にちなみ名付けられたもので、これはイギリス人公会社ジョン・ミアズが1788年の公開中にその美しさをギリシャのオリンポス山になぞらえたものである。半島の東南端にはワシントン州の州都オリンピアがあり、ここから国道101号線がオリンピック半島の東岸、北岸、西岸と海岸線を回って太平洋岸沿いに ロサンゼルスへ至る。行政区は、北半分は、クララム郡、南半分は、ジェファーソン郡に属する。先端のアラバ岬周辺には、この一帯に広く住んでいた魔家族の保留地があり、121平方キロメートルの土地に1300人余りが住み、生存捕鯨なども行っている。オリンピック半島は、雪山や、森林だけでなく、多くの美しい湖もある。アルドウェルコ。 クレセント湖、クッシュマン湖、ミルズ湖、オゼット湖、プレゼント湖、クイノルト湖、サザーランド湖などが主なものである。またボガシェル川、ドースワーリープス川、ダンジネス川、エルワ川、クイーンイッツ川、キラユート川、クイノルト川、ハンプチューリップス川、スコーコミッシュ川、ソレドゥック川などが流れている。半島内には国立公園や州立公園が多く存在する。 ありがとうございます。